じゃじゃん。これいつ発売だったかな今はねコンビニとかに置いてないんですけども、12月の20日だったかな21日だったかな、発売の週刊プレイボーイさんに、私も掲載させていただいたんですけども、なんとですね、掲載させていただいたと同時に、なんと私のデジタル写真集も発売となりました。ちょっと発売してから約1ヶ月が経ってしまったんですけども、このね1ヶ月を経った記念に、経ったと同時にちょっと皆さんにも改めてしっかりこの目で見てほしくてですね、ちなみにもう買ったよって人います？見たよって人、多分ね大体の方がね見てくださってると思うんですけども、今日この動画をきっかけにね、あれまだくるみちゃんのデジタル写真集見てないよって方いたらね、これは本当にね絶対に見てほしいんですよ。もうなぜかというとね、もう私、はいはい、とてもとてもつなげました。といってもなんだろう、セミヌードってまああわよくはセミヌードって言うんですけども、まあ一番は自分がやりたかったグラビアということで、なんかありのままの自分を皆さんに見てほしくて、もちろん撮影も今ここ YouTube で撮ってるんですけども、ここのお部屋で撮影しましたし、もちろんお風呂場もベッドもソファーも全部ねここで撮影したんですよ。もちろんパジャマもここで着て、どんどんまあ展開ありきの、まあ、脱いでってシャワー浴びてって形になるんですけども、まあ、そのね一日の流れじゃないですけど、ルーティンとかでもないけども、まあ、その彼氏とちょっと新宿でブラブラしてからのおうちデートみたいなコンセプトで今回撮りました。でデジタル写真集もありがたいことにですね、すごく好評でとても良かったよって皆さんにすごい褒めていただいております。だから絶対にね見てほしいと思うんだけども、私のねとりあえず雑誌にも書いてある通り、まあこのインザルームということで私のお家でってことなんですけども、もうねここよく見てほしい。じゃん、限界露出に挑戦って書いてあるんですよ。はい、本当にグラビア活動を始めてちょうど2年ぐらい、ちょうど2年かな経つんですけども、様々な雑誌だったり、まあ、デジタル写真集だったり DVD だったり出させていただいてるんですけども、その過去の中でも一番過去一と言っていいほど、まあ、ありのままの自分、まあ、素の自分をね全開に出している写真集なので、絶対ね見てほしいなと思います。ちなみにまあバンされないといいんだけども、じゃん、はい、ここにあるのが私の今回のデジタル写真集 In the Room の表紙トップ画でございます。え、どうですか？結構まあこっからもなんかおーって思いません？思わないかなちょっと自画自賛しすぎましたかね。結構まあこのねデジタル写真集ということで紙媒体ではないんですけども、携帯とかパソコンとかタブレットでね簡単に購入できて見られるという、で値段も1100円で、なんと56ページも私の写真集が詰まっております。うん、これはねすごく自分で言うのもなんなんですけども、絶対にお得だし見た方がいいと思います。んー、じゃあチラッとペラッと中身もねこんな感じで、はい、どうですか？
まあ、残りはね、あの皆さん見てからのお楽しみということで、ぜひよかったらインザルーム皆さんぜひ見てください。よろしくお願いします。はい。